まあサイド5、いや、わからないですよ、この MUD の、なんだこの2人とも敗北するんじゃないかっていう、この飯野さんの予想を跳ねのけて、今、決勝に座ってますからね。いやー、石月さんのサイドとメインで、アーティファクトを単体で狙っていくカードというのは、ダグフェイデンぐらい。はい、そうですね、実際に割れるというのはそれぐらいに見えますね。赤入れると破壊放題とか力づくとかっていうカードも入りうるんですが、それはどうやらそういった枠を全て出て魔力流出、このエネルギーフラクションにしているという に一本化されているっていうね、はい、どういった狙いがあるんでしょうか。やはりそのもう許さんぞというところでしょうか。そうでしょうね。ただこれ色的にサーチするカードがないので、はい、あのよく墓嵐とか黒を選べるデッキだと、うん、エナジーフラックスの枚数2枚とかにして、うん、番中吸血鬼者とかでサーチしておくっていうことがあるんですけど、4枚積んでるのは多分それサーチがないのでドロースペルで見つけていくっていうことかなと思います、うんうん、なるほど、はい、で初手にあったとしてもビルで切らざるを得ないとかっていうパターンもなくはないので4枚にしてるんでしょうね。頭蓋骨地名が入った神話とかって言うんですか、ヴィンテージは。神話というよりもあのコボルトストームでよく頭蓋骨締めで、頭蓋骨締めってじゃあほとんど使えてないですかね、ヴィンテージでは。そうです、あまり見ないですね。 MUD で若干1枚出しっていうのはあるかもしれないです。あのハンガーバックを締める、そうです、ラビジャーとの懐かしいですね、懐かしいですね。それは枠章が生きるヴィンテージでも同じなので、うん、頭蓋骨締めストア使われないというのは凄まじいですね、ヴィンテージは。あまりクリーチャーで殴っていくって感じのデッキもないので、うんうん、そのコボルトも全然装備して、まあ、コンボするだけですかね、はい、コンボ要因になっちゃったので、はいはい、頭蓋骨締めなんかもそれこそ使われないで、なんであの切り裂き表が使えてんだと俺は思うんですけどね。切り裂き表なんかは僕はちょっと信じがたいんですけどね、使われてるのは。そうですね。さあ、いよいよ決勝が始まります。先手は UR デリバーの石月拓也さん、そして後手とは鳥海隆さん、 MUD を使用しています。さあ、まずはマリガンチェックですが、さあ手札になんかパワーナインらしきものが見えますね、これ白枠が。鳥海さんはロータスと土地が飛んだのみでしょうか。枠所がなさそうですね。はい、はい、デリバーはウェイストランドも入っているので割ってくるという意識は働くと思うんですけれども、それでキープするかどうかですね、はい、先ほどの、ファンダリーインスペクターがいるので、はい、こいつをロータスで展開すれば分母2マナで一気にさらに2マナの、ね、1マナのアーティファクトとして2マナから2枚展開できると、発揮者でダグフェイデンを指定しつつ抵抗も受けるっていう所定にはなってますね、うんうん、なかなかお手札なんで、まあ、これはキープしますと、はい、さあ決勝戦が今から開始します。さあ、この鳥海さんが先手だったらそれこそ全く違ったんでしょうか、うん、そのままゲームセットに持ち込めるような手札かなと思うんですけど、はい、ここまで後手で苦しんできたお互いがなんと石月さんが先手となりますからね。石月さんは初動が何かによりますか、はい、ちょ手札には呪文ツアー抜きが見えましたが、そうすると土地を置いて GO かもしれないですね。ブラックオータスカウンターしに行きます、うん、そこが悩ましいですね。悩ましいですかね。この攻防がやっぱりカウンターどれをするのか非常に難しいですよね。自宅者派の調査などが合うとそれが一気に楽になると。そうですね、はい、さあ、いよいよゲームが始まります。デルバーもありそうですね。はい、アベイスランドもある。どう展開しますかね。これはデルバーを出すんでしょうか。難しいですよね。うーん、相手が MUD7 枚キープですが、はい、さあ1ターン目、注目の1ターン目ですが、ターンを使用しました、ね、しました。エンドです。どうですかこのエンドを見て構える可能性はありますか。まあ、展開しせざるを得ないデータなので、はい、あ、ただこれでケアもできてますね、エンシェントトンボ、インシェの墳墓で。もしかしたら僕の杯なので X これ1で置く可能性もあります。そうすると絶対打ち消さないといけないので、だからここに釣らせると、釣らせると、はい、さあ行きました1。さあゲームを終わらせに引き出してブラックウォータスと相打ちですか。これはそうです、ね、ロータス切らない、切るのか、切らないでカウンターさせた上でさらにあの
サマナさんに先ほど言った相手カード出してる展開もあると、その動きもあるから、はい、今手札に土地がないので、はいはいはい、これロータスをどううまく使うかっていうのは、うん、鳥海さんにチャリスが通ったがハマる可能性はあると、ランドを割られてしまうと、はい、さあどうしますかこれは。ただちょっと見た目では払いたいですよね。そうですね、相手の1マナ券が豊富だっていうのは多分知っているので、はい、でかつ割られ、あ、通します、通しましたね。ということはこれ展開と、さあまずはこちらと、まあ、稲妻と不毛で序中もあったら仕方ないと言ったところでしょうか。そうですね、これはさあどっちかがいいとこったらもうめちゃくちゃになりますが、これは除去らないと次が2マナで2枚出てくるということが予想されるので一応最悪ウエストランドでなんとか、お、皆さん持ってま ます、そしてさらにウエストランド持っているのでこれは苦しい、きついですね、皆さん苦しい、土地を引かないときついですね、はい、お、引きました、しかも最高のカードですね。どっか行きますか、抵抗の補給から行くか、それとも破棄者か、抵抗の補給ですかね、抵抗の補給ですか、破棄者は今ダグヘイデンぐらいしか指定するものはない、はい、まあ、2-1 バニアになってしまうことが多いと。そうですね、ただ今土地引きましたけど、はい、これが続くかどうかちょっとわからないので、自分の首を絞めるのを置くのも、抵抗の補給は首を絞めて可能性が結構あると、あ、2ま、あ、お、破棄者から行きました、ね、どうしますか、ベストアンドありますか、うーん、これ土地じゃないかと、あ、不毛出しダメなんですね、はい、あ、そうなんですね、失礼しました、ダグヘイデンって言ったんだと思う、ダグフェイデンですね、あ、土地縛れないんですね。さあ秘密を掘り下げるものと、こちらも土地が止まりました。というわけで不問台地を引いた方がこれはそうですね、さあただ、おお、ワークショー、ワークショーはやばいですよ、ブラックオートスイートはモンスカーね、やはりこれは縛るよりはアタックかけていった方がいいですか、ね、はい、高速厳しいですか、どうですか、でも土地が止まっていることを考えると縛りに行ってもありですか、うん、ただそれひっくり返っちゃうともうダメージレースになっちゃうので、なるほど、一瞬奮闘があることを考えると、はい、お付けでした。ただ今回は7点で次以降は5点になりますけれども、はい、テルバーが3になる前に殴り切るというプレー、はいはい、なるほど。さあここで一気にライフが13に押し込みました。もうテルバーをまず変身させたい、しないにしても土地が欲しいと、しない、しないということは土地でしょうか。さあ土地でもないということはデルバーランドかもしれないですね、これは。おお、土地でした、です、ね、おお、ヤングパイロマンサー、若きグレンジズ氏、この時トランプル持っているので、はい、ひとまずはどうでもいい、そうですね、数並んじゃうと3体ブロックとかで死んじゃうんですけど、はい、ただ今2枚目来ました、2枚目来ました、 10点いく、2枚目やばいですね、10点ですよ、はい、高速厳しさ、先ほどもかなり活躍いたしまして、準々決勝では大須を払いながらもドルイドの誓いを破って、高速厳しさ入ってる人は最近珍しいんですか。いや、トラクソスとの組み合わせがよく見る、あ、なるほど、逆にそのトラクソスが入ったことでまた復活したと、はい、ではアグロ型にシフトしたのでこいつの5点も貴重な5点っていうことで、7点入れた後の5点が馬鹿にならないと、はい、10点ですね、はい、さあここは登場2で10点、どうしますか、ヤングパイロマンサー、何かこれトークンを全てスルーですか、これは一気にライフが2まで落ち込んでます。これはメインでアーティファクトに触れるのはダグフェイデングルしかないので、そうですね、2体は無理ですよね、まあ、稲妻をいっぱい引くというのがやはりまずは、稲妻2枚あれば両方とも落ち取る、さばけますね、ただ引けないということで、ゲーム1は一度はパーマネント0枚にまでに置く追い込むんだんですが、うん、石崎さん残念ながら鳥海さんが勝利いたしまして、はい、枠賞を獲得したのが強かったですね、枠賞が強かったですね、何ですかね、やっぱ3マナ増えるっていけないことですね、そうですね、一気に 手札の可能性が広がりますからね、はい、いや、後続厳しさはこうやって見てるとかなりやはり活躍しますね、はい、安定して登場員がいれば安定して5点、はい、なるほど、与えられるので、さあそして注目のサイドボードです。先ほどから、井野さんおっしゃっていたんですが、やはりその、はい、エネルギーフラックス、はい、エネルギーフラックスは4枚入るだろうと、はい、でヌルロットはさっきの その高速ミッションも止められる手立てではあるんですが、最近の MED のサイドボードの傾向として
あのネルロットが入ってくるだろうという前提で組まれているものが多いので、うんうん、しかも自分の組も締めてしまうと。あ、そうですね。ただあのデルバーはそんなにモックスに依存するデッキではないので、うんうん、まあ、しかも自分もエネルギーフラックス入れるわけですかね、はい、なのでこれ入れるかどうかちょっとわからないですけれども、うんうん、まあ、もしかしたらエネルギーフラックスだけにとどまるかもしれないと、はいはい、さあ一方の、鳥海さんの方ですが、いかがでしょうか、サイドボードは。これはダメージレースに持っていくためのワムトクエンジンは入るでしょう、はい、ワムトクエンジンと獅子切断はいかがですか。も入ると思います。ありますか、うん、まあ、こういったカードで序盤のクロックをさばきながら、まあ、あとは縛っていくと、はい、そうですね。オアそのダメージレースと、はい、はい、でスパイグラスが追加のリボーカーとしてダグを止めに行くっていう感じ。やはり最初にしますか、このダックフェイを止めるために。あの手札が見れるっていうのも強いので入れるんじゃないかなと思います、ね、ダックフェイはまあやばいカードですからね、はい、パーマネントをパクられるわけですからね。ただ、石月さんのデッキではダックフェイで1枚しかないので、はい、そこまで脅威ではないかな、うん、まあ、低い確率という点では脅威ではない。リストを知らないとなると、そうですね、何枚か入ってそうに見えますよね。普通は2枚とか色的に入っているだろうなっていうので、はい、なるほど。これ1枚でゲームが決まってしまうぐらいの、うん、MAD にはそういう脅威があるので、はい、なるほど。まあ、色を見ただけでとりあえずダグフェイデンで言っとこうっていうぐらい脅威はあるものですね、はい、となるともうこちらにもチャリス・オブ・ザ・ボイド国の杯はヴィンテージは制限ですか。制限です。あ、これ4枚昔使えてたんですけど、1ターン目にチャリスゼロと置かれると、はい、モックスが使えなくなっちゃう。なるほど。自分だけ使いながら相手に扱わせないという、うん、先手圧倒的な有利という状況になってしまうので、先手芸のカードじゃ結構潰してるんですね、この最近では。その傾向がありますね、はい、アメトゲとかもそうですけれども、うん、まあ、その回あってかこのお二人は7位と8位ずっと後手で戦ってきて決勝ラウンドにいるわけですかね。そうですね。スリムさんも結構ビートで勝っている感じはしますね。はい、かなりもう押せ押せで殴って勝つっていうのが、はい、うん、非常にこの MUD が縛るデッキなんですけど、やっぱ殴れるのが大きい。そうですね。レガシーだとやっぱり縛るデッキってほぼ縛り一辺倒な風にやっぱ見えますが、はいはい、ロックしてからじわりじわりと上がっていくと、はい、早いですねクロックが。やっぱりそうですね、2ターン目7ランが出てくるわけですからね。あの、それもこれもワークショーの、まあ、そうですね、ちょワークショップはちょっとレガシーでの違いというのはそこがまずあるんでしょうね、はい、うん、まあ、このワークショップを引ける日はやっぱり MUD のプレイヤーとしてはもうとにかく勝つと。そうですね、はい、初手ワークショーがあれば、はい、もう3マナ飛び越えて打てますからね、はい、デッキのカード全部マイナス3マナですからね。そうですね、高速警備車も1マナだったら確かに、まあ、僕もスタンダードで使いますよ ね、 すね、はい、みたいな。さあチーフ・オブ・ザ・ファウンダリー、このファウンダリー・インスペクター、はい、これは、チーフの方は、はい、あの労働なんですね。アーティファクトプラス1プラス1プラス1、こちらも入ってるんですね。おそらくあのトラックソスがみんな積んでいるだろうと、はいはい、いうことがあって、自分のトラックソーだけ88になれば、おお、なるほど、相手の、はい、トランプルで突破できる。これ一般的には入ってないリストの方が多いんですか。1枚出しや2枚出しは見たことはありますけれども、うん、3枚ですね。そうですね、これはかなりアグロ型というか、この警備者もパワー6になりますからね、うんうん、まあ、はい、そのアグロに寄せてるっていうこのリストからも見て取れると。そうですね、はい、高速警備者も3枚入ってますかね。そうです、トラックソー3枚積み、はい、もうかなり殴ると。じゃあこの縛るハンドではキープしない可能性もあると。やっぱりそのアグロなカードだけでゲームを始めることも、ね、まあ、あの制限カードトリニスフィアとかチャリス・オブ・ザ・ボイドを引けばそれでキープすると思いますけども、はいはい、抵抗の1枚があったからといって何なのかという感じで、はいはい、うん、もしかしたらそれ1枚だったのがマリガンするかもしれないですね。さあユアウデルバ、石月さんとしてはどうですか、サイドボードカードやっぱり引けるかどうかでマリガンは決まりますかね、はい、あと引けるかどうかと、あと出せるかどうかですね、うんうんうん、相手にもウェイストランドが入っているということであれば、うんうん、特殊地形だと割られて3枚に到達しないと、うんうん、で当然あのレジスタンスで1枚穴増えるという頭ではあるので、はい、うんうん、まあ、中速がないとどうしても厳しいかなという感じはしますね、うん、クロックでキープすることはありますか、デルバオシークレット、秘密を掘り下げ物やグレイジスシアノは。デッキの構成上ヤンパイキープっていうのはあまりないんじゃないかなと、うんうん、これトークンは増えますけど特に11なので、はい、そんなに相手の壁もあるからと、うん、そうですね、はい、トラクソスってタップ上で出ますけど、うんうん、
そのターンにアリアとプレイすれば起き上がっちゃうんで、はいはい、ブロッカーにもなるというところは強いんですよね。それを飛び越えられる、はい、飛び越えられるデルバーのキープ率の方が高いのかなと思います、うん、あまりクロックでキープというよりはどっちかというとそのやっぱりサイドカードでキープしたいと、そうですね、いうのが石月さん、はいはい、でスナップキャスダメージも2万入ってますけれども、アーティファクトのソーサリーインスタントが、その対策のソーサリーインスタントがないので、はい、あまり意味がない感じかなと思います、ね、稲妻やその要はタイムウォーク、アンスタリコなんかを使いますためと、ね、はい、さあ先手の石月さんマリガン、鳥目さんマリガンいたしました。さあこのマリガンもかなり思惑が大事になってくるんですが、さあ決勝戦です。後手なので、はい、まあ、どうですか、アタッカーキープ、まあ、ワールドコイルエンジンを早々に出せれば、はい、やはり縛るよりもその攻めるキープをしていくと、ね、ライフレースに持ち込んで早々に決着つけた方がいいという判断かなと思います、はい、で赤のアーティフェクト対策というのは基本的に破壊になるので、はい、ダグフェイではあのコントロール得ますけど、はいはい、破壊になるので、はい、ワームコイルエンジンというのは破壊されても当然残っちゃうという点で、うん、一つのキープ基準にはなるかなと、このエナジーフラックスが一番と、あ、そうですね、なんといってもエナフラ出されてしまうとほぼほぼ粒、はい、本当に何もできなくなっちゃうわけですね、はい、ワンチャントラクソスを1体あなんとか2バラで蘇生させまくると、はい、あ鳥海さんはワクショとロータスを持っている、おお、ワクショ2もありますよ、ワクショワクショロータスですが、でバリスタしかクロッカーないんでしょうか。さあ6枚キープしました。何か分かりますね、ちょっとわからないですね、どうですかね、あワームとクレンジンに見えませんかね、あの真ん中ら辺のカードがワームコ1ターン目に出せる、ワームとグレンジ1ターン目は結構やばいですね、マジックのマジック崩壊の恐れがありますね、これはそのまま殴り殺されて、はい、しまうパターンですね、はい、さあ1ターン目アフリカ岸辺からターン終了、さあ1ターン目ワームコが、さあ1ターン目ワームとグレンジン来ますか、出すでしょうね、さあこれは出しますかね、出しますかこれは、出そうね行っちゃいますかこれは、あ抵抗の補給から行きましたね、してこちらは縛ってからといったところです、まあ、2ターン目にワクション2枚から出すと悠々と、あ、はい、打ち消されたと、呪文ツアー抜きですかねこれは、だからこれを、あスタックでアンスターリコールと、まだカウンターできるか分かんないぞと、はい、先駆のゴーレムに粉々だったら9点入りますからね、あそうですね、先駆のゴーレムが入ってないですね、このトリミさんの MAD はサイドボードにヌルロ対策で入れてるパターンもあるんですが、はいはいはい、トリミさんは入れてないみたい、ワムコ一択のようです、ね、なるほど、はい、許されました、一応同じようにムノロット対策のカードっていう、あそうですね、ですね、はい、さあ抵抗の補給に対処いたしましたが、ワームトグルエンジンがまだ控えています、大ボスですねワームトグルエンジンは、ね、言うたら反抗が強いんですよね、はい、反抗も強ければ66も強いし、死んだ時に出る33も強いですからね、はい、MUD 歓喜なカードですね今思えば、さあムノロット、これでロータスが使えなくなってしまいましたが、はい、ウィシャーズワークショップがあるんですねここでワークショップ2枚あるとは思ってはないでしょうね、ムノロット基本的にはそのマナが出ないことを除けばあまり効果がないんでしょうか今、そうですね、さあここ行きますか、ワームトグレンジン、はい、バリスタもありますか、バリスタも止まってしまっているので、ただ、はい、ただの33とワームコでしょうね、さあどうですか、どういきます、おX2 で出すと、ラクフェーデンを支援すると、ラクフェーデンをまず警戒して、確かにワームコールエンジン出された返しにラクフェーデン出されると奪われてしまうので、かなりケアしていると、はい、そして X2、 いやー展開量がすごいですね、クロックは4点クロックがもう、はい、さあこれを打ち消すか悩んでいます、はい、これは通りましてドローと、さあまずは盤面のカードに対処していきたいんですが、どうでしょうか、お今引いたカードは、さあハンドにはフォースオブウィルがありますが、
あ、土地がない。ヤンパイ。クワカギグ連術師と。土地2枚から三三というのはおかしいですからね。さあ、今引いたからラペジャー電結の後輩者ですかね。無能と刺さってますね。これはワームコイルエンジンを出しウェイストランドで土地を買っていくというパターンかな。さあ、ウェイストランドはかなり厳しい、厳しいですね。厳しい土地が欲しいですかね。さあ、ただこのワームトクレンジンは一緒に力があります。はい、あ、エナフラが取り除かれてしまった。先ほど3枚の土地があればだったんですかね。うーん、なかなか、はい、登場はできないですね。ヌルロットはできないですよね。できないです。ただ、高速警備車は場に出た時にクリーチャー化するので1回は殴れる。出した段だけは殴れると。はい、さあ、土地がなくて仕方なくエナジーフラックス、受けません、切ってしまったんですが、さあ、ここは遠くに攻撃を仕掛けます。ということは遠くを生み出す材料が合うんでしょうか。稲妻を持っていれば、はい、焼きつつ遠くをという流れが、はい、さあ、今ドローしたカードはまたラベジャー電気速攻配車に見えましたが、ラベジャーはサクリファイスの能力はありませんが、はい、で、墓地に落ちたらうまいと。そうですね、プラス1カウンターを乗っけて、うん、死ねるので、死にたがりって感じですかね。そうですね、できれば死にたいと。はい、さあ、出ました、できず後輩者。これは、まあ、カウンターできます、カウンターする可能性はあるといえど、まあ、ほぼないでしょうと。やはり無能と、なんだかんだ刺さってしまいます ね。やはり相手のこのバリスタを止めているという状況が強いですね。強いですね。もういなかったら、もういなかったらしっちゃかめちゃかですかね。さあ、電源と後輩者が出て2枚目が出ました。もうちょっとたまらないというところですかね、正直言うと。そうですね、これはもう全部エナフラで流したいと思っているはずなんです、はい、こんなに流したい場もないですね。さあ、攻撃方法で多少迷ってますが、お、ここは殴らない。やはりこの構えた1マナを考えているところでしょうかね。そうですね、鳥海さんとしてはそのバリスタとかあの辺りのクロックを失いたくないわけですね。おそらくそうじゃないかなと思うんですが、はい、さあ、ターン終了。6マナもあればもう何でも取られますかね、デッキは。マナムクレンジを2枚入れているはずなので、はい、2枚目が来るとそのまま終わり、はい、さあ、ここは死んでもいい食いじゃなくと、はい、死んだ方が嬉しいという、うん、とはいえスルーしているといずれライフがなくなってしまうので、このアタックをまずはどうするか考えています。さあ、難しいところですか。せいぜい2点なのでするっていうのもありかなと思います、はい、ただいつまで食らうかですよね。あとはバリスタを44以上にすると稲妻で倒せないっていうのもあるんでしょうか。そうですね、悪夢のような場ですね。あれ、それが生み出せるのはただあの 2, マナの2枚の土地ですからね。諸悪の攻撃はこの2枚の土地ですからね。あ、ブロックしましたね。なるほど、1点止めると。これあと現状まだ44までにならないんで、まあ一応止めてもそこまではこれにならないだろうと。対象を取った時に、さあ、どうしますわっていう、バリスタにしました。はい、あ、稲妻って腕にあるんですか。おお、これは強いんじゃないですか。ただ起動ができないですね。クイチャーができないです、ね、クイチャー化はできないんですか。1マナが必要。ああ、なるほど、そうですね。ああれ、クリーチャーになることはできるんじゃないですか。あ、クリーチャーにはなりますが、今マナがない。ああ、今はダメですね、はい、あ、ワークショップってすぐ、あ、使えないですもんね、はい、そっち側もう一枚必要ですね。さあ、手札にまた魔力流出があるように見えるんですが、土地が止まってしまったようですね、はい、土地以外モダンの場ですね、本当だ。ただモダンの場なんですが、そうですね、モダンですね。レガシーでもちょうどこのようなデッキが昨日ちょうど勝たれてて、あ、そうほぼ同じですね。覇気者とランドだけちょっと弱いですが、インシェのふもと裏切者の都ですが、トリアさん引いたのはモックスだったので使えない。はい、使えないと。そうそう、ね、逆にプレイするとそのイルの餌とかにされて遠くが出る可能性もありますからね。さあ、石月さんの動きがないことがかなり鳥海さんとしては怪しいと。さあ、これ殴りに行きました。どうですか、これはその破棄者が遠くで打ち取られてもまあいいだろうと、うん、そうですね、今マナが伸びてない状況ではあるので、はい、ダブルフェイデンには到達しないだろう。どうせ無理だと。おお、伊藤さん持ってました。これは大きいですね。
ブロッカーも増えました。はい、そしてこれは破棄者をブロックするのでしょうか。破棄者ブロックでしょうね。はい、さあラメージャーは一応後輩者は死ぬとあのミシュアの交渉に乗ることができます。カウンターその時点でクリーチャーになってないと本人がクリーチャー化せばいいんですか。あ、なるほど、本人はタップしてクリーチャー化せば一応それできます、ね、なるほどなるほど、はい、なんでまあラビジャーはスルーってところですかね。ラビジャーをスルーして2位置を止めると、ファイアクション破棄者を止めると、うん、さあ考えてみます。お、ラビジャーを止めに行きましたね。あ、しかも連結はこっちと、はい、なるほど。ということにもう1枚稲妻持っているなど何か理由があるのかもしれません。なるほど、そのパターン。土地を伸ばせることができるか、土地を引くかどうかですね。モックスじゃダメですからね。そうですね。あ、伸び、あ、いや、殴るってことは、あ、でもこれはブロックしない宣言の可能性ありますかね。そうですね。さあターン返ってきました。 え、スリップはいいんですか。これはこれはこれは微妙ですか。どうですか。クリーチャー化して攻撃しに行ってもいい気はしますが、どうですかね。あるんじゃないですかね。ありますかね。ヤンパイのトークンは、あ、これやっぱ割りに行きますね。考えてみます。さあやはり対処できるんでしょうか。あ、稲妻ありますね。ここは、はいはい、なるほど。このターンライフは減らないと。さあこうなりますが、露天交渉使わない手はないですかね。これは今の状況だと、はい、ブロッカーとしては 3-3 としてなるので、それを悩まれてるんじゃないかな。ただクリーチャー化するとあれですか、無道の夫に引っかかるんじゃないですか。あー、なるほど。 2-2 のままです ね、 ですね。 2-2 でも十分です、ね、ブロッカーとして立たせるか、はい、そうですね。まさにこのチャタンのようなデッキが勝っていましたね。さあ割りに行きました。というわけで一転して今度は鳥海さんが攻撃される立場になります。さあ土地はありませんかね。これは土地はないのでしょうか。ありません。さあ何を引くかですが、引いたカード何でしょう。あ、バリッサ。バリッサでかいですね。これは 3-3 ですか。 3-3 ですね。いや、ムノロットが刺さってますね。やはり 3-3 のバリッサ、 3-3 でも十分強いですね。十分強いですね。サイズがでかいですからね。なんといっても超えられないですね。はい、さあまずは土地を引きたい。まずは土地を引きたい。引きません。抵抗。ただブロッカーはそこそこいますからね。マナーのある鳥海さんが断然有利ですね。はい、断然有利ですね。アカデミーを、アカデミー、こうすると手札のモックスが生きますね。お、まさかのマナーを生み出せると。あの、実はここにある場のブラックウォータスも生きてきますね。そう、これ場でしたっけ。場です、場です、場です。あの、使わずに無のロットを変えてしまったので2マナー出ますよ。さあミシャの交渉も本拠出すんでしょうか。そうするとミシャの交渉が自分でクリーチャー化すれば4マナ、あ、3マナか、1234マナですね。マナもかなり出ますね。4マナ、あ、そっか、バリスタ無のロットがあるんで。そうなんですよね。カウンターも置けないのか。カウンター置けないですよね。そうすると殴りに行く、はい、攻防がそっち入れ替わりますね。そうですね。また今度は鳥海さんが攻める側になりましたね、うん。さあ手札のモックスも置きますと。さあ交渉も殴りに行くのでしょうが、このターンで5点入るとなると、次のターンで、そうですね、5点。お、ただここは行ったりできました。攻撃されることも考えてるんでしょうかね。そうですね、ダブルブロックされ、はい、クリーチャーか。あ、もしかしたら勘違いしてましたね。できると、あ、できない、あ、できませんと。これは、まあ、3のままですね。はい、3のままです。さあこの攻撃をどうするかですが、ああ、ただそのままスルーに行きましたと。さあ3点をそもそもチャンプブロックするのかしないのか。あ、スルーしてますね。5。さあここで引いたカードはウエストランド。ウエストランド、うん、色マナじゃないんですね。今割ってもしかない。西和の交渉を割ることはできますが割りますか。確かにアタックアタッカーの要因としては割らないと負け、はい、返し負けですからね。さあここで一気にライフを詰めて
磁石のゴーレム。磁石のゴーレム。これはもう手札にウィルはないですかね。ガッシュがありますね。噴出ですか。さあ3点が入ります。これは2、そして磁石のゴレム、これが通ればほぼ何もできなくなるんですが、どうですか。通りました。そして最後のドローをして、さあ対処ができるんでしょうか。盤面にクロックがかなりありますが、土地を引きました。まずは今度は磁石のゴレムが効いてますね。1マナで何か対処するか、はい、稲妻が一番いいですかね。やはりそうですね、稲妻は最高ですかね。磁石のゴーレムを倒しながら、トークも出るので、ただ帝合ですと次のターン全てがチャンプブロックになってしまいます。そうですね、タワークンを出して、そしてマナを増やす方法というこのブラックオータスも使えないの で、無のロットで、これは絶対絶命ですね。土地は引けたんでしょうか。3枚目土地があったら何か生まれるといいんですが、うーん、さあ鳥海さんとしては もう何かを引いて攻撃したいと。さあこれはもうワークショップ、ミシャーズファクトリーですね。ミシャの交渉が、ね、3体攻撃して、まあ、行きますね。さあこの攻撃はブロックしなければなりません。一応ミシャの交渉を若き軍事士で止めた方がちょっといいんでしょうが、うん、そうですね、対策はたくさん手札に合うんですが、ファクトリーをブロックしておいて返しにエナフラをセット、ただしてもダメですかね。セットできませんかね。これは磁石のゴーレムか。これいやー、これはもう鳥海さんが組んでいるような、稲妻だったら違ったんでしょうか。抵抗ですとちょっと、ね、稲妻でゴーレムを落とせていればかなりゲーム展開としては面白かったですね。さあここはもうほぼほぼ強制ブロックです。はい、さあミシュラの交渉をバリスタで、まあ、ミシャの交渉を見た目的には止められる理由はないですかね。そうですね、高木軍術師で、いや磁石のゴーレムが効いてますね。この1万の増やすしかもアーティファクトじゃないのっていうのはきついですね、はい、それはアーティファクトじゃないでしょうと、はい、MD がほぼほぼ影響力ないですからね、はい、たまにディスメンバーが2万になってくる。おー、なるほど、それぐらいの影響しかない。お、あれライフ残ってるんですか。これアライフの推移が違うかもしれないですね。これで1なんでしょうか。あ、もう先にか、あれ2になった。おそらく先ほどちょっとライフが違ったのかもしれませんね。最後のドローをして、おお、あ、土地はありました。フェッチは切れる、フェッチは切れますね。これが稲妻であれば、ただ最後のドローは稲妻じゃなかったですが、見た目稲妻であったとしてもゴレムは落とせるが、バリスタと稲妻だとあのトークンが出たついでにもう1万の行動ができるから可能性はありますね。あとは手札にあいつ噴出がありますね。ドローにかけるという感じでしょうか。しかもトークンが出てくるからまだまだ分からないですね。この噴出でライフの推移が違ったようですね。今1だそうですね。ただ噴出しか、おっ、ただ何もないですか。はい、というわけで、第19期ビデイシン挑戦者決定戦優勝は、鳥海高橋選手 MD に会いました。おめでとうございます。